対決サクサクセス実況71回目の今回戦う選手は2017年セリーグの首位打者宮崎敏郎と対決していきましょう。この選手とは過去ね、一度対決してますが、その時は俺が勝ってるんだよね。でも今みたいにねアップデートを重ねて強くなってない時の宮崎ですから、前のとは違う。今回が本当の戦いで、これに勝って初めて宮崎に勝ったと言えるでしょうね。今季の成績はこちらになります。打率3割2分3厘で首位打者ですね。ホームラン15本、打点は62打点で、出塁率3割7分7厘、長打率4割7分9厘で、OPS は8割5分6厘とかなり優秀ですよね。で、2017年の打率ランキングはこちら。1位が宮崎、2位が巨人のケーシー・マギーでしたね。3位が大島。これね、もしかしたら大島が首位打者取るんじゃないかっていうことを言われてましたよね。大島怪我でね、もう試合出てなかったのよ。ほんででも規定打席到達してるからね、ずっと打率ランキングで残り続けてて、宮崎もね、今は3割2分3厘ですけど、結構ね、落ちてた時期もあったので、もしかしたら大島かなと言われてましたが、そんなことはありませんでしたね。まあ宮崎が取りました。そら最後まで出続けたものがやっぱ首位打者取ってほしいからね。まあ大島はちょっとこれとは違いますけども、ほらなんかよくいるじゃん。首位打者のために残る試合出ないとかね。もうそんなやつはもう首位打者とは言わん。ね。最後まで出続けて取ったものが一番の首位打者なんですよ。今回宮崎が取れたこと本当素晴らしいですよね。はい。まあ本当能力も高くなってますので、前回のようなぬるい対決ではない、ものすごくいい選手を作らないと勝てないと思いますのでね。ちょっとこれ今現在対決サクサクセス3連敗中なんだよね。その長いトンネルを抜けるためにも今回必ずや宮崎を倒していきましょう。今回作る選手の球団設定は横浜で。で、持ち込みアイテム。もう当然ミート強化カード。これは絶対必要でしょうね。で、もう一枚何を持ち込もうか。まあ、宮崎もね、そんなパワーが特別ある選手ではないので、パワー強化カードはどうしようかな。まあ、でも宮崎がパワーそんなないということを考えれば、俺が、ミートが宮崎以上、そしてパワーも宮崎以上の選手を作れば簡単に勝てるってことだからね。じゃあいいんじゃない？俺の方はミートもあってパワーもある。そんな選手を作っていきましょう。レッツ対決サクサクセス。ステージ1-1。やっていこう。初期能力はこんな感じだね。オール F。で、選手は一人。あれはちなみに誰だ？荒波か。まあいいや。ステージ1結構パワーパネル、ミートパネルはそんなない。あ、でもパワーは結構あるな。センキュー。踏みまくってやるぜ。とにかく攻撃力だ。それが大事になってくるからね。それ以外はいらないと言ってもいいよ。じゃあ、肩力アップで。下にこれちょっと待って、パワーパネルある。それも取りに行きたい。おお、体力回復しまくり。ありがたいね。毎度のことやね。ステージ1ではめちゃくちゃ回復するんだよ。ステージ1ではね。ああ。その後のステージは大して回復しないんだけどね。むしろ下がることの方が多いっていう。あ、宝箱どこ？そこか。取りに行こう。イエース、いきなり来たよ、これ。パワー超人ね。イエース、もうパワー D の52じゃないですか。これはえぐいね。とんでもない選手が出来上がると思うよ。うん。まあ、でも大事なのはミート能力だからね。首位打者なんだから、相手はね。このパープルでも相当な打率を残してくると思うんでね。さあ、お次、ステージ2。選手は2人。おいで、パワーパネル、ミートパネル、ちらほらあるぞ。ひじりたん、カモン。守備能力ね。まあ、ひじりたんは守備能力しか上げてくれないからね。でも、また体力回復。マックスあるわ。ちょっと待って、ちょっと待って、こっち来いやん。田中ね。バント職人。まあ、田中といえばバントだわな。ただ、そんなのはいらないんすよ。バント必要のない人間を今、俺は作ろうとしてるんで、田中さんはバントすればいい。俺はバントする必要性がない。そんな選手を作りましょう。一番上げたいミート能力が今一番低いっていうのはちょっと残念だね。このステージもこれで終わり。まあ、パワーはついてるからね。宮崎に負けないパワーもつけましょう。ステージ3。選手は一人。あう弾道パネルがあるな。踏みに行っとこうか。かも、お前。誰だ？桑原か。内野な丸がついたが、そんなものはいらない。もっと攻撃能力くれ。頼むから。空気を読め、あとはね。さ、うわ、三のみ回復か、お前。また急に回復しなくなったぞ、これ。補給超人伝とかいらねえよ。ミート、プリーズ、ミート。宮崎と真逆の選手が出来上がっていっちゃってるよ、これね。打率が大事なの、打率なくてパワーはあるっていうね。何、俺、助っ人外国人タイプの選手作ろうとしてる？そんなのはこの対決にはいらないからね。アベレージ対決だよ、今回はね。プラスパワーのある選手を作ろうとしてんのに、また弾道パネルあるぜ、これ。踏んでいこう。とりあえず宝箱だね。肩力超人、まあ、確かにサード肩力大事っちゃ大事だけどね。もっと他にあるでしょ。チヤホヤカードだ。しかもこっち来い。で、カレン来るんかい。ま
またうとしいとこ来たぞ。よっしゃ、金はめいけそうだね。もう野球マンなんでこのタイミングで、もうバカ野郎、必要ないよ。あ、でも近くだね。よかったよかった。真正面に出てきたんだ。カレンは煽るね。カモン野球マン。イエース。まあ、結果得たからいいか。体力も回復だよ。じゃあ、能力もアップだ。多分逆に助けられたって言っていいのかな。まあ、でもカレンも今はめれてたからね。野球マン来なかったら。いや、カレンはめた後に野球マンが来て体力回復するっていうの一番の理想じゃん。それができれば最高だったんだけど。おー、宝箱。そこか。で、何？肩力。もう肩だけ上がっていく。なんやね。ほんと真逆の選手作っちゃってるよ、今回ね。ひどくねえか。おー、パワー A の81だ。あー、チアファイカード落とした。まあいいでしょう。もう最終ステージ行きましょう。これで対決って言っていいのかな？打率なくてパワーは高い。ええなんなのこの選手ね。最終ステージもっとミート能力上げていきましょう。せめて C にはしたいわ。それすらも届いてないのでね。総力とかいらねえんだよ。さっきから宝箱の中身スカスカやんけ、お前。もっと他にあるだろ、あげるものがね。ミート能力プリーズ。上にミートパネルあら。よっしゃ。で、カレン来たぞ。どこだ？あー、まあ遠いし大丈夫だね。で、近くのシャッフルパネルを踏んで、もう残る体力がないんだ。せめて DDD、せめて D プリーズ。残念だね。周りにミートパネルは何もない。もうこれで終わりだよ。真逆の選手をどうやら作っちゃったらしいね。パワー VS ミート。そんな対決に今回はなるでしょうね。わーお、もう。テーマが違うんだよ。いやね、この対決サクサクセスで勝つんなら同じカテゴリーの選手で勝たないと。相手ミートの選手でね、こっちがパワーの選手、それで勝ってどないすんねんちゅう話でしょ。野球ってのはそれぞれの役割があるんだからね。その役割の中、同じ役割をしてるやつに勝つのが一つの目標なんだけど、出来上がったのこれっていうね。まあいいんじゃない、超攻撃的サードだよ。ほんで肩力もあるからね。まあミートはないので打率は2割5分打てるかどうかも怪しいけどね。バント職人が余計すぎるね。田中さん、こんなんいらないからもっと他のちょうだい。そんなんだミート能力上げてくれるだけでよかったんだけどね。めっちゃ目立つやんね。バントする必要ない選手にバント職人ついてるってどういうことやね。意味がわからんわ。オッケー、じゃあ今からオートペナントで回して宮崎と対決していきましょう。オートペナントで回す際の起用法は、打順は5番サード固定で互いの選手を回していきたいと思います。まずは僕の作った選手から行くからね。まあ、この対決は本当片方はパワーが持ち味、もう片方はミートが持ち味と本当真逆の対決になってしまっているわけですが、待て待て待てと。確かに俺の選手はパワーはあるがミートは E でないからね。対して宮崎はミートもあってパワーも C とありますから、この対決どっちかといえば俺の方がね、負ける可能性がものすごく高いわけだ。あ、パワーがあるだけで野球というのはできるんじゃないからね。当てる技術がないとホームランも打てないし、そもそもね。まあ回してみないとどうなるかっていうのは分かりません。真逆の対決にはなってはいるが、勝つのは俺だと信じて、今から自分の作った選手をオートペナントで回していきましょう。1年のシーズン開幕。うんじゃい。1年のシーズンが終了。僕が作ったパワーがご自慢の選手はどんな成績を残したのか見ていきましょう。成績オープン、ダダダン。うん、まあ打率はね、こうなっちゃいますよね。2割3分6厘。そこはいいんです。どれだけの本塁打かを打ったか、そこが大事なんだ。で、試合は143ゲーム、フル出場で530打数の125安打。2塁打に、18本で3塁打は0。そして気になる本塁打は、ダン23。わー、しょぼすぎる。舐めてんのかお前。パワーが自慢の選手で23本しか打てないやつって何なの？いる意味なくない？うん、明日消えても誰も困らないね。うん、言わしてくれ。横浜から出てけよお前。嘘だろ、もうなんであのパワーでこんな本塁打になるんだよ。舐めてんだろこれ。で、打点63、打点マジで打率も低い、本塁打もしょぼえ、打点もしょぼえ。え、お前のいいとこって何？教えて。問いたいわ、1時間ほどね。で、得点圏打率は2割6分1厘。本塁打率は23ですからね。長距離ヒッターでも何でもないわ。中距離ヒッターですわ。で、打率がないんだからね。ひどいわ。打点、得点54で三振が135。三振しすぎやね。うん。フォアボールが55でデッドボールも5と多い。いじめられてんじゃねえか。併殺は9、盗塁が8で成功率5割。走るな、お前。ほんで、出塁率は3割1分3厘、長打率4割で OPS は7割1分3厘。なんだこれ。
ひどすぎねえか、ちょっとね。まあ、そら打率も低いんだからこんな成績になるわな。何一つとしていいとこないじゃないですか。こいつが横浜にいることでプラスになることはなんか一つでもあるか、あるわけねえんだよな。むしろ相手にとってプラスだよ。5番にめちゃくちゃ楽なバッター入ってくれてんだからね。筒香ロペスの並びにこいつがいるからね。俺がピッチャーなら天国ですわ。もう、しょぼすぎてしょぼすぎる。で、守備率はどうなんだ。エラー15。多いね。守備率9割6分2。守んなや。守って打つなや。もう、つまりは試合にお前出んなや。邪魔だから。はい、タイトルは何か取りましたでしょうかね。何が取れるんだ教えてくれ、俺にね。まずベストナインは、ケース・イ・マギーですね。んで、ゴールデングラブはリベロ、マギーでいいんじゃねえかな。なんでだよ。で、その他タイトルは、何もご自愛ませんね。当たり前。パワーが唯一の自慢なのも、そのパワーで打てたホームランは23本のみ。無理ですね。うん。今回はね、もっと打てるかなと、期待してみたんだけど、この数字になりましたから。あとはね、もう宮崎次第です。宮崎がよほどお腹が痛くて、試合に出れないよっていう状況にならなければ、もう勝ち目はないです。はい、じゃあお次、宮崎をオートペナントで回していきます。起用法打順は同じです。そして能力をもう一度確認すると、やはりね、ミート能力もあり、そしてパワーも真の60、先ほどから言ってる通り、パワーもそこそこにはあるんですよ。で、プラス広角打法ですからね、まあ間違いなく2桁本塁打行くと思いますので、まあほんと今回大きな差が生まれてしまうんじゃないでしょうかね。まあその差を今から見ていきましょう。宮崎敏郎、1年のシーズン開幕、んじゃい。1年のシーズンが終了。ミートが武器の宮崎、どんな成績を残したのか見ていきましょう。成績オープンじゃい。うーい、すごいね。3割2分4厘。すごいねというか、あれだけのミート力、当然というかね。はい、すごいですね。もうこの時点で負けでいいです。うん。もう俺の負けです。認めましょう。で、143ゲームフル出場で531打数の172安打。で、2塁打28本で3塁打0で、本塁打は14本だね。やっぱり2桁打ってきましたよ。で、打点は70打点、得点圏打率は3割5分3厘と、チャンスにも強い。いいね。ファンが多い理由がわかるよ。得点が47、三振が76、フォアボールが47個で、併殺は10個、盗塁は0で、出塁率は3割7分9厘、長打率は4割5分6厘で、OPS は8割3分5厘とね、今季の2017年の宮崎とほとんど成績が丸かぶりというね、そんな感じになりましたよ。もうさすがやね、この辺はね、大きな差がもう生まれてしまってる。それは打率見ても OPS 見てもわかることやね。あ、まあ、こんな成績を出してくるということはもう予想済みですから。あ、俺の選手が OPS7 割台でホームラン23本しか打てなかった時点で、もうなんか無理だなって感じはしてましたよ。で、守備では、あ、まあ宮崎も大していいというわけではないんですね。エラー15で守備率9割6分5ですから、まあゴールデングラブとかもないでしょうね。いや、気になるのは首位打者を取るかどうかだよ。ちょっとね、パープロで首位打者取るには低すぎるような気がするんだよな。いや、全体的に高いですからね。まずベストナインは、あ、マギーが取るんだね。宮崎じゃない。おいで、ゴールデングラブ宮崎取るんかい。マジで逆じゃね。ベストナイン宮崎でゴールデングラブマギーっていう、そんなイメージだけどね。おー、首位打者坂本、この男がいた。もうパープルとはエグい打率残してるからさ、残念だがね、これ宮崎何のタイトルも取れなかった。いや、坂本はエグいよ。坂本の打率は3割3分8厘だね。まあ、2016年も取りましたから、2年連続で受賞ということか。はい、互いにオートペナントを回し終えましたので、成績を見比べて勝敗を決めていこうと思うんですが、もう決まってますけどね。まあ、一応見比べていきましょう。こちらになります。上が僕、下が宮崎。まずは打率だ。2割3分6厘と、そして2割2分4厘。約1割近い差が生まれてしまっているというね。そらね、片方がミート A、もう片方はミート E だからね。そんな差は生まれるでしょう。で、ホームランは23本と14。まあ、宮崎に比べたら多いですけども、そのホームランが唯一の武器の選手が宮崎とたったの9本差しかないっていうね。宮崎に勝つためには20、30。まあ、それくらいの差を生まなければね、勝てないのにもかかわらずたった9本です。ん?ご自慢のパワーは大して活かされず。で、打点では63打点と70打点で宮崎の勝ち。打撃3部門で宮崎が勝っているということでございますよね。はい。ほんで、OPS で見ていくと7割1分3厘と8割3分5厘。まあもう打率と OPS 見ただけでこのタ
対決の勝敗は簡単につくでしょう。実況71回目、首位打者の宮崎敏郎と対決してみました。結果は言うまでもなく宮崎の勝ちということでよろしいでしょう。何が勝ってますか？本塁打数では勝ってる。だから何なの？それ以外の部分で全部負けてるよ。こんな選手は横浜では人気は出ないんですよ。いや、どこ行ってもそうだね。OK、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしようと思いますよ。残念ながら勝つことはできませんでしたね。これで対宮崎は1勝1敗というね、このシリーズの対戦成績になりましたよ。前は勝ったっつったってもさっき言った通りね、能力がそんな高くなかった時の宮崎だからね、本当の宮崎にはこうやって負けるんですよ。実力の違いがありすぎるね、勝てるわけないようだね。まあ横浜ね、今季は3位で CS に進出しましたからね、もう今週クライマックスシリーズファーストステージ阪神甲子園球場で行われますのでね、横浜が勝ち上がるのか阪神が勝ち上がるのかどっちかは分かりませんね。まあ僕はちょっとだけ横浜ファンなんでね、うん、まあ別に巨人が負けたからとすり寄ってるわけじゃないからね、勘違いすんなよね。ちょっとだけ横浜を応援してる人間なので、ぜひとも横浜には期待してるんですけどね。まあその横浜が勝ち上がるためには、今季の首位打者である宮崎のねバッティングというものが絶対に欠かせないということになると思いますのでね、 CS ファーストステージでのこの宮崎の活躍をちょっと皆さん期待してね、今週行われるクライマックスシリーズファーストステージご覧いただけたらと思います。次回の実況ではね、また、この宮崎のようにですね、今季タイトルを受賞した、そんな選手と対決していこうと思ってますのでね、また楽しく見てくださると嬉しいです。もっともっと強い選手を作って、とりあえず連敗止めていきましょう。現在対決サクサクセス4連敗中、次回止めることはできるのか、また見てくれよな。グググググバイ、また会いましょう。